応設営が終わったのがもう4時回っちゃってるんですけど、昼ご飯食べて、これから食べようと。どちらかというと今日はもうキャンプっていうのを新しい機材をカメラ買ったので、カメラのテストを始めようと思います。それはまた食うと、まあ、カレーとラーメンのセットもう少しカレーが入ってた方が嬉しいかな。味濃いです。カメラはニコンの新しいミラーレスのフルサイズ Z マウントもですね、この Z6 を、ね、新しく買ってしまったので、テスト 4K で撮影してます。こういったハイペットの上で、まあ、こんな感じですかね。カレーは温まったんだけど、水がないで時間がかかっちゃって疲れてたんですけど、まあ、とりあえず乾杯でいただきます。あーうまいね。まあビールうまい。札幌クラシック2本目、ちょっと支度をしている時間がだいぶ遅くなっちゃったんですけど、まあご飯食べようかなということでいただきます。いいね。2本目もうまいね。11月29日、いい肉の日なので、まあ、あですね、こういう、まあ、ちょこっとだけ焼肉を買ってきました。まあ、一応、スーパーで、まあまあ肉だとは思うんですけども、黒毛和牛の A4、これ、なんだっけな、カルビだっけな、おぼわらだっけな、ちょっと、まあ、そんな感じのやつです。180g くらいかな、これを炭火で適当に焼いていつも食べたいと思います。
ちょっと火力が弱くなっちゃったかな。炭をずっと放置してたんですけど、やっぱりこの旧型の100ペンスタックのかまどグリップをしてかまどさんは段が調整できないのかなと言ってんで、明日の段みたいな感じで少し火が通って、やっぱり買い替えようかなっていう気になりますね。毎回こうなると。そろそろ焼けたかな。まあタレはいつものようにスタミナ源のタレですね。これいきます。いただきます。柔らかくてうまいですね、やっぱり。肉を食べるのはいつもの通りなんですけれども、それよりも新しい機材のテストという意味合いの方が強くて、ニコンの Z6 で 4K 動画を撮影するというのが今日の目的なので、まあ、一応カメラの方ばっかりいじってる、あんまりキャンプの方が進んでないっていう感じですね。だいぶ時間が押して遅くなっちゃいました。まあキャンプ場着いたのも遅かったんで仕方がないんですけども、まあ、設営に少し苦労して、まあ、その後焚き火をちょっとさっきやってたんですけども、まあ、焚き火に火がつくのが遅くてですね、まあ、前回火がつかなかったのは、あ、前回っていうかあれですね、前々回か、火がつかなかったのは乾燥があんまりされてない薪だったっぽくて、今日もやっぱその薪は火がつきにくくて、別に新しく買った薪の方が火がついてくれた感じですね。その後、残ったやつはやっぱりあんまり火のつきが良くない感じですね。今日ランタンを電気のやつがないんでガスとかいろいろ使ってますけれども、実はここの肉の上には照明が立ってなくて、肉眼だと割と暗い感じなんですけども、このカメラの今動画で撮っている ISO がオートなんですけども、51,200 っていうちょっとまあ、かなり頑張っちゃってくれてるので明るく映ってるという肉眼とは違う映像ですね。まあ、これが本当にちょっと今モニター越しに見てるだけなんで分からないんですけど、家帰ってマックにつないでみて同じように綺麗に映ってるのかどうなのかっていうのが、まあ、書いてみないと分かんないんですけども、まあ、いいカメラだと機材がいいと思う、腕前はひなちょこでも、まあ、見栄えはよく撮れるのかなというテストです。隣でメスティンでご飯炊いてるんですけど、前回失敗して、どうも前回は焚き火パープを買っていつもと違う場所でセッティングして、風が当たってないと思ってたんですけども、前回はすごく風が強い日だったので、どうも風にあおられて火力が弱かった感じですかね。で今日は風がないキャンプ場で焚いているので
まあ失敗はしないと思うんですけども、あまあ今、蓋の上に重しをしてなかったんで、蓋がちょっと浮き上がってきたんで、まあ、シェラカップに水を入れて上から重しをしている感じですね。まあ肉できたかなって。いただきます。こんな感じ。音フォーカスがちゃんといいかな。お、その後、追従してない。今、後ろのモニター、まあ、タッチ式なんですけども、モニターの上で、指でタッチしたところにピントがあって、まあ、復活させた感じですね、うん。自動ではちょっと今戻りが悪かった感じですね。フリードライブ、お味噌汁はキャンプでしか食べないですね、やっぱり。温かいものとちょっと落ち着くかな。